お疲れ様です。スローニンです。それでは今回もライド4のオンラインレースをやっていきたいと思います。オンライン16戦目の今回は、フランスのマニクールサーキットが舞台です。マニクールサーキットでのオンライン設定は、天候は快晴、天候の流動性はなし、タイヤの摩耗はオフ、シミュレーションレベルはリアル、クラッシュはオン。使用マシンは、CBR1000、RR、R、ファイアーブレード SP です。第16戦目の参加人数は8名、ウプ主のポジションは2番手。マニクールサーキットでのオンラインレース16戦目、スタート、周回は3周。1コーナーで DC 選手と接触、お互い転倒はせず。3コーナー、前方の2選手が接触し2位の選手が転倒、そしてウプ主も後ろから小突かれる。5コーナー手前から前の選手がコースアウトし、その影響かわからないが転倒、ウプ主は2位へ浮上。後ろの選手に約3秒の差、もう少し間隔を広げていきたい。14コーナー、コーナーへの進入が中途半端になったことで速度が落ち、後ろの選手の接近を許してしまう。15コーナーでついに後ろの選手に抜かれ、順位は3位に。1周目が終わり、順位は3位、タイムは1分43秒186。しかも DC 選手に追い抜かれるおまけ付き。 DC 選手、3コーナーでオーバースピード。ここはきっちりレコードラインを走ればなんとかなるはず。DC 選手、5コーナーでもコースアウト。ラグの影響なのか、勝ちに行く気持ちが焦ったのか、原因は不明。これによりウプ主、再び3位へ浮上。10コーナー、ラインをブロックしたにもかかわらず、さらにインからパスする DC 選手。DC 選手との差は1秒。なんとかこのままついていきたい。DC 選手に追いつこうとする気持ちが空回りしオーバーラン。そのまま減速できず転倒。2周目が終わり、順位は4位、タイムは1分43秒479。DC 選手はもう7秒先、アクシデントでもない限り追いつくことは不可能。ここからは4位キープと CBR 勢最上位を目指して走っていく。アクセルワークが下手なせいで後ろの選手との差が2秒切ってしまう。なんとかゴールまでこの状況を維持できるのか。1位の選手ゴール。残り時間は40秒。この位置からだとミスしない限り完走できそう。
第16戦目4位でフィニッシュ。今回の16戦目がライド4での最後のレースとなります。やっぱり操作が難しいのか、あまりやってる人が少ないのが残念なところではありますが、バイク好きな人は楽しめたゲームではないでしょうか。発売から約2年8ヶ月、ありがとうライド4というわけで、今回はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。